真ん中の媒体様にフォトセッションお願いいたします。皆様カメラお願いいたします。はい、よろしくお願いします。関西ウォーカーです。よろしくお願いします。お願いします。フナッシーさんは、はい、大阪に対してどんなイメージを持ってますか？一言で言うと、はい、あの気さくでほがらか、ほがらかな、はい、やっぱり来ると安心感があるし、安心感がある。みんなね、はい、あのさっきちょっと歩いただけで、はい、あー嬉しいなって喜んでくれるから、こっちもテンション上がっちゃうしな。素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。すぐ嬉しい、大きいらしい。右側の黄色の衣装の方。こんにちは、震災橋商店街です。あ、本当に、はい、その格好でいつもやられてます。震災橋商店街の魅力をふなっしーはどう思いますか？おー、大阪来るたびにこんなに人の流れのある通りがあるんだ。だからね、ちょっとね、あの東京とか千葉はどちらかというとショッピングモールが強いので、やっぱり大阪の活気っていうのはやっぱ商店街にあるなっていうのを来るたびに痛感するんだし、あとね、やっぱ美味しいものいいですね。たこ焼き、フナッシーはたこ焼きが好きですか？大好きです。あ、じゃあ今食べて帰ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他ご質問ある媒体様いらっしゃいますでしょうか？はい、はい、どうぞお願いいたします。はい、じゃあ、大阪観光局の長と申します。あ、よろしくお願いします。フナッシーさんはあの中国でも大人気なあの日本のキャラクターなので。本当らしい、はい、嬉しいですか？大歓喜だ。あの中国のファンたちにもあの一言お願いしたいと思います。おー、本当らしい。大家好、我是全力人。おー、ジドのパチョ。あ、発音すごく綺麗です。あ、谢谢。ありがとうございます。谢谢。